大人なんですから、しっかりと大人らしく計画的な消費をしてください。お小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。それにこうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて、私くらいなんですから。次はもう絶対に手伝いませんからね。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、新刊の漫画購入で450円。おとといの夜クラブふわりんで2万円。先生、一体何ですかこの領収書は。生徒たちの模範となるべき教育者がこんな いかがわしいお店に行くだなんて、信じられません。最低です。フワリンっていう名前のスマホゲームのガチャ？てっきり私そのっていやいや、それでも1回で2万円は課金しすぎです。衝動買いは禁止、消費はちゃんと計画的に。